堂安のシュートすごかったっすね。あれ本当しびれたわ。よく振り抜いたなあれ。いやー本当。おいこれ。おいおいおい、何見とんじゃこれ。おい何撮っとんじゃこれ。あ？ブラブラしちゃうぞこれ。あ？でこれ。オーボです。オーバランチャンネルへようこそ。見られてしまいましたか、私のアシックスメタスピードスカイプラスの中にナイキ。お前また何か移植しようとしとるんかと。いや待てよ、お前ナイキやめたんとちゃうんかそもそも、ということですよね。私の足の裏にはですね、モートン病という神経にコブができてしまう問題があるんですね。で実際にコブがあってですね、硬い表面を立ったり歩いたりすると痛みができてしまうんですよ。コリ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 になって、でこのメタスピードスカイプラスもインソールがね固めなんですよ、中敷きがね。ですので練習で10キロ走った時にちょっと違和感というかコリコリがあってですね、ちょっと痛みが出てしまって、でハーフでは局部的にパッドを貼って臨んだんですね。でハーフではこのコブのところは痛みは出なかったんですけれども、このパッド全体が圧迫してしまって別に痛みが出てしまったので、これはね足全体にインソールが必要かなと。でこれね一つ気づいたことは、メタスピードスカイエッジとプラスの構造が違うんですね。このねラインが2つあって、上の部分のラインにメタスピードスカイプラスのカーボン、そしてこの下の部分にはエッジのカーボンが入っていますので、スカイの方が足により近いんですね。逆にエッジの方はこの FF ブラストターボが乗っかってますので、足にね直接カーボンがまあ当たらないというような感じで、このカーボンの距離がインソールの硬さに影響してるんじゃないかなと思って、これ実際にコメントをいただきたいんですけれども、スカイとエッジを比べた方、もしねスカイの方が硬いよとかエッジの方が柔らかいよというような実体験がありましたら、ぜひコメントで教えていただきたいんですが、私エッジ履いたことがないので。ということでこれに中敷きを入れようかなといろいろと考えたんですね。中敷き探してみました。アマゾン、地元の靴屋さん、いろいろ探したんですけれども、どれもね結構な値段するんですね。まあ私が欲しいのは都合よくこう切り取ることができて、でちょうど良い薄さでちょうど良い密度、まあ、結構そんな条件必要だったらお前金使って解決しろよというような話なんですけれども、まあ、そこはね私なのでどうにかねないかなと考えました。そしてちょ待てよと、ちょ待てよと、これはどうだということで、こちらペガサス38の中底ですね。ペガサス38の中敷きなんですよ。これねペガサス、こちらは38のタイタンズモデル、以前だいぶ前に紹介しましたけれども、もうねボロボロで履けなくなってしまったこのタイタンズ、捨てようかな、ドネートしようかな、いろいろ迷ってる、まだ捨ててないんですけれども、処分できずにまだ置いてあったんで、こちらね引っ張り出してきて、以前からねペガサスを掃除している時にこれ中敷き取り外せるのは分かってました。で取り外してねこう綺麗にしているとね、これ結構いい中敷きだなっていうのはね前から思ってたんですよ。でそれをねパッと思い出して、これ使っちゃおうということで取り出して入れてみたんですよ。当然ね27センチと27センチですので入らないですよね。なのでこの先っぽをね1センチぐらい切り取って入れたらぴったり入ったんですね。これぴったりと入ってこうなったわけなんです。で走ってみたんですよ。そしたらねやっぱりねアッパーも、そしてこの背が高くなりますから、このヒールカップも足にとってはねキツキツになってしまって、結局ね今度はこの小指の方にね痛みが出てしまって、これはねちょっとダメだなと。この中底の中に
さらに入れちゃうのはこれは良くないなということで、これからですねこの中敷きのこの中足部の部分をこれだけ切り取って、前はね局部だけだったのでそれが圧迫してしまって痛くなった、今度はもうここだけ切り取って足の方に貼り付けてちょっと走ってみたいと思います。でこれでねちゃんと問題が解決してくれればいいなっていう感じですね。ですのでこれから走ってみます。ペガサス38の中敷きを切ったパッドをね、この前足部の足の裏につけて今1000メートル5本キロ3分35から40収めて、その後すぐに2キロキロ4分20秒で流して終わりました。感触としては悪くない。モートンさんがね、まあ、痛くはなかったんですけれども、なんかねちょっと気になるところはあり、まあでも本番いけるかなっていう感じですね。で後半痛みが出始めても我慢できるぐらいな感じ。まあ不安は確かに残ることは残るなといった感じですね。まあこれやるしかないね。もう一回ちょっとパッドをね違う形で貼ってトライしてみたいと思いますけれども、まあ予定通りにメタスピードスカイプラスでホノルルマラソン走ります。もし次の練習の時にちょっとやっぱり やばいなってことだったら、もしかしたらノバブラスト3で走るかもしれない。ノバブラスト3でもいける気がする、マジで。ということでメタスピードスカイプラス足の裏硬い問題、私のモートン病問題、この小さめのペガサス38の中敷きで解決、まあ、したと言っておきましょう。今はあとはね皆さん、ペガサス38の中敷きはね意外に使えますので、靴を処分するときは中敷きは取っといた方がいいかもしれないです。それじゃあ